今後10年以内に22万人が記号引退記号をしてしまう。白血病などの病気の患者と、ボランティアで登録した骨髄提供のドナーをつなぐ日本骨髄バンク。ドナーになれるのは55歳までですが、現在の登録者の半数長が40代以上で、若い世代の登録が喫緊の課題となっています。10月は骨髄バンクの推進月間、ドナーを待つ患者家族と、 偶然の巡り合わせでドナーになった女性を取材しました。お父さん、僕、死む、死ぬ5歳を迎えようとしていた頃、田中健智くんは病室のベッドの上で、ポツリとつぶやきました。大阪に住む健智くんは、4歳の時に、再生不良性貧血と診断されました。39度の熱が出たため、かかりつけ医を受診。 鼻に綿棒を入れていった新型コロナの検査は陰性でした。しかし帰宅後、鼻血が止まらなくなり、再び受診。血液検査で詳しく調べると、血小板の値が低いと分かりました。再生不良性貧血は、血液を作る種の増血幹細胞に異常が起き、貧血になったり感染症による発熱や出血が起きたり、 まれに白血病になることもある難病です。晴天の霹靂でした。どんな病気か、どういう治療が必要か必死に調べました。父の田中宏志翔さんはそう語ります。専門的に治療できるところを探し、名古屋の病院へ転院しました。入院生活はコロナ禍の真っただ中でした。 父の弘明さんは近くにアパートを借りてリモートワークをしながら病院に通い、妻は病室に泊まり込む日々が続きました。ケンチ君は腕からカテーテルを入れ、一日中、感染症に注意した特別な病室の狭いベッドの上で過ごします。お見舞いも制限された状態で、周りのベッドの子供や付き添いの家族を気にして、体調が良い日にも思う存分遊べません。 家に帰りたい、外に出たい、と言われるたび、弘明さんは苦しい思いになったと言います。痛みは我慢していたゆずるちくんですが、月1回の骨髄検査で麻酔をかけるときには、毎回、麻酔や、寝たくない、やりたくない、と泣いていたそうです。弘明さんは、変われるものなら変わってあげたいと親なら思うでしょう。 息子に対してはできる限り明るく振る舞っていましたが、家でシャワーを浴びながらおえつしたことも何度かありました、と語ります。投薬治療がなかなか走行せず、2年前の10月、主治医から骨髄移植を検討しましょう、と告げられました。しかし、ドナーはなかなか見つかりません。子供と親の白血球の方が会うことはほとんどなく、 やはり、ひろあきさんと母の方も会いませんでした。54万人が登録する骨髄バンクですが、白血球の方が会う確率は数百から数万分の1。毎年2000人ほどが新しく移植を希望しますが、そのうち移植に至るのは半数ほどという現状があります。ドナーは55歳で記号引退記号と決まっていますが、登録者の半数長が40代以上で、 10年以内におよそ22万人が減ってしまうという危険的状況です。広明さんは幸い適合しても健康診断や血液検査といった様々なプロセスを経てようやく移植になると説明されました。家族が反対したり仕事が休めずに途中で中止になったりドナーがコロナにかかって中止したりするケースもあると聞きましたと話します。 病室でケンチ君が僕、死ムと言ったとき、走破させないと強く思ったヒロアキさんは、2分だけ僕の話を聞いてくださいという動画を作り、ドナー登録を呼びかけました。僕の願いはただ一つ、元気な息子と妻と僕、手を繋いで歩くこと、僕の息子の光になってください。僕の息子と同じように移植を待つ人の光になってください。 骨髄移植のドナーを探していたケンチ君ですが、最終的には再退血移植をしました。赤ちゃんのへその緒の中にある増血幹細胞を移植するものです。数週間後、主治医から血液が増えていると伝えられ、田中さんはこの時、ようやく少しホッとできましたと振り返ります。2022年2月に退院し、 治療、入院生活は17ヶ月半に及びました。今も免疫抑制剤を服用し、副作用を抑えるために直射日光を浴びないよう、夏も長袖長ズボンで過ごします。しかし、ひろあきさんは、とても元気に学校へ通っています。親の言うことは聞かないし、急に走り出して、待ちなさい、と追いかけている感じです。でも、三人で食卓を囲む、 そんな当たり前のことが本当にありがたいです、と笑います。ボランティアで提供するドナーがいて、初めて成立する骨髄移植、増血幹細胞移植。ドナーはどんな思いなのでしょうか。献血の延長という感じで、献血の時にチラシを見て骨髄バンクに登録しました。と話すのは、埼玉に住む上原由紀さんです。4年前、 24歳の時に骨髄移植のドナーを経験しました。骨髄バンクから適合通知書が届いたのは、すっかり忘れていた登録の1年後。言い方が変かもしれませんが、貴重なものに当たったなと思いました。骨髄バンクの担当者からは、若い世代のドナーが少ない一方で、若いドナーからの移植の成功率が高いことも聞き、自分にできることならやりたい。 と強く感じました、と語ります。一方で、提供には事前の検診や、手術での数日間の入院が必要だと知りました。仕事が休めるか、お給料が減ってしまうのではないかという不安が湧き起こりました。専務に相談したところ、心配しなくていい。今の自分にはできないことだから応援するよ、と心よく応じてくれたそうです。 最終的に特別休暇という扱いで、有給を消化せずに休めることになりました。手術後、上原さんの働きかけで、その企業にはドナー休暇制度が導入されたといいます。また、当時住んでいた自治体にはドナーへの助成金制度があることも知りました。検査や入院にかかった日数で計14万円が出て、正直とってもありがたかったです。 若い世代にとっては、休業保障があるかどうかはとっても大切だと思います。と指摘します。2時間の手術後は、腰に筋肉痛のような違和感があったそうですが、傷跡もすぐになくなりましたし、私の場合は、記号表紙抜け記号という感じでした。と話します。患者とドナーは互いに見ず知らずの相手です。骨髄バンクからは、患者は女性と聞いていました。 沖縄出身の上原さんは沖縄の言葉命どうたから命こそ宝をこんなに実感できた体験はこれまでの人生でありませんでしたと振り返ります提供できてよかったという自身の思いを手紙にしたため骨髄バンクに託しました患者からも骨髄バンクを介して命をありがとうという長文の返信が届きました上原さんは この手紙は私の宝物です、と微笑みます。でも、自分がすごい人だから提供できたわけではなく、単なる偶然でした。皆さんもあまり気負わずに、命をつなぐ一人になってもらえたらと願います。若い世代のドナー登録を増やすため、骨髄バンクが悩んでいるのが、認知度の低さです。2021年度の内閣府世論調査では、 18から29歳の約半数が骨髄バンクを知らないと答えています。若い世代に骨髄移植を知ってもらおうと、骨髄バンクは認知工場のキャンペーン、ハッシュタグつなげプロジェクトオレンジをスタートさせました。シンボルカラーのオレンジを使い、ドナー登録を知ってもらうこと、提供のために仕事や会社を休むことがもっと応援されて感謝し合える社会になることを目指し、 SNS 発信などを強化していくそうです。骨髄バンクの中オルカさんは、骨髄バンクの仕組みを知っていただき、社会全体で患者さんやドナーさんを応援する大きな流れを作っていけたらと思っています。と呼びかけています。